ルーテル教会は、マルティン・ルターにより、ドイツに始まる、キリスト教の教派、または教団。ルター派とも呼ばれる。プロテスタントの一つであり、全世界に、推定8260万人の信徒が存在する。発祥の地ドイツをはじめ、北欧諸国では、国民の大半がルター派であり、そこから移民が渡った先のアメリカ合衆国、カナダ。 ブラジル等の南アメリカ各国でも、新都数が多い。パッヘルベル、ジェースバッハ、テレマン、メンデルスゾーンなど著名な音楽家が多く所属し、ルター自身も賛美歌作家であったことから、作曲家や音楽家に縁がある教会としても知られる。ルーテルという日本語名は、マルティン・ルターの舞台ドイツ語読みに由来する。日本国内の教団、教会は、日本福音。 ルーテル協会、日本ルーテル教団、西日本福音、ルーテル協会、近畿福音、ルーテル協会などいずれも名称にルーテルを含むが、この日本語名を積極的に用いたのは、日本のルーテル協会関係者と彼らによる出版物であった。日本では、舞台ドイツ語による発音記号3をサム社のドイツ語辞書が優先的に採用していた。また、信徒のことをルテラーナー、 ルーサランということがある。他方、石原県、大塚久雄佐藤茂彦ら東京帝国大学出身の歴史学者や新学者は、早くからルター派という名称を使い始め、岩波書店や山川出版社、新京出版社等で発行される歴史や新学専門書においても、ルター派という名称が広く用いられていた。 日本のルーテル教会関係者以外の旧日本、キリスト教会、日本キリスト教団、無教会に属する学者、研究者たちはルター派という名称を積極的に用いた。プロテスタント諸教派の系統外約1517年、ローマカトリックの修道主催だったマルティン・ルターによって、ドイツの宗教改革が始められた。ルターは、最初、新しい教会を建てるつもりではなく、 教会内部の改革を目指していたが、カトリック教会から破門されて妥協を許さない状況になり、ルターは明確な信仰基準や組織を必要とするようになった。北欧にもルター派の協議は広まり、スウェーデンではグスタフ一世が、デンマーク・ノルウェーではクリスチャン三世がルター派をそれぞれの国境とし、権力強化に利用した。1555年。 アウクスブルクの和議の結果、ルター派は、ドイツ国内での法的権利が認められた。1580年、ルター派の協議的な立場を示す、和教信条が制定される。アメリカへは、ヨーロッパからの移民とともに、ルター派の勢力が拡大、18世紀の中頃になり、本格的な教派の生成が行われた。19世紀以降、ドイツや北欧のルター派が大量に移住し、 アメリカ中西部を中心にして定住した。1817年のプロイセンにおいてルター派と改革派による合同協会が設立された。協会合同によって設立されたプロイセン福音主義協会にはフリードリ・ヒビル・ヘルム賛成によって作成された礼拝式文が可視された。その式文はニュルンベルクのルター派協会礼拝式に習ったものであり。 ローマカトリック教会ののミサに準拠したたものであったこの復古的式文の影響は、プロイセン以外のドイツのルター派両方教会にまで、及び簡素な礼拝に向かっていた、ドイツのルター派教会の礼拝は、宗教改革以前の様式に戻ってしまった。プロイセン福音主義教会は、その後、コプロイセン合同福音主義教会と名称を変えていく。この合同教会内ルター派から、 国白協会の指導者、マルティン・ニーメラーと進学者、ディートリヒ・ボンヘッファーが排出される。この合同に加わらなかった、ドイツ人ルター派の一部がアメリカに移民し、セントルイス周辺で発展して、ルター派協会ミズーリーシノットを形成した。このルター派協会ミズーリーシノットはその後も、独自の保守的路線を一貫して守り、20世紀に、 行われたアメリカ国内のルター派協会合同の流れにも加わらなかった。アメリカには880万人のルター派協会の会員がいる。19世紀以降、ドイツ、北欧やアメリカからアジアやアフリカへ伝道がなされ、タンザニア、インドネシアには大きなルター派協会が存在している。19世紀以降、ドイツからの移民が南米諸国にも向かい、 ルター派協会が各地で設立された。1947年、スウェーデンのルンドでルター派世界連盟が組織されて、多くのルター派協会が加盟した。この連盟は、世界のルター派の友好、協力、エキメニカル運動への参加を目的として、活動している。ただし、ルター派世界連盟は、狭い意味での共派ではなく、改革派協会の組織に並行加盟している。 ルター派系合同協会の加盟も認めている。ルターによる宗教改革の遺産を継承するすべての協会に文句を広げているのがルター派世界連盟である。2009年には宗教改革の口火を切った都市ビッテンベルクにも出先機関が置かれた。しかし、独立福音ルター派協会や米国のルター派協会、ミズーリシノット、ルター派協会ウィスコンシンシノットのような保守的な コルター派教会は、この連盟のリベラルな進学やエキュメニカル運動への積極的関与を批判して、加盟していない。ルター派世界連盟とカトリック教会は1999年10月31日に、議員の教理に関する共同宣言に調印し、カトリック教会も信仰によって、福音を理解することを公式に宣言した。この宣言では、 トリエント公会議による信仰義認主張者への断罪はルター派教会に適用されず、またルターによる信仰義認否定者への断罪はカトリック教会に適用されないと定めた。この共同宣言の支持者たちは、このことをもってカトリック教会が信仰義認の教理をルター派に適用したとみなしているが、ルター派教会水売ーのと、 ルター派協会ウィスコンシンシノット、福音ルター派自由協会のような保守的なコルター派は、そのような解釈を拒んでいる。また、調印される、前年の1988年、中ビンゲン大学福音主義進学部教授のエイバーハルトユンギルを代表にして160人の、福音主義進学者たちが、この共同宣言に反対を表明した。宗教改革の源流であり、 神学研究の中心地ドイツのルター派から強い批判を受けながらもこの共同宣言は強引に進められた。北欧を中心にヨーロッパの一部のルター派協会は使徒継承性を主張しており同じく使徒継承を主張するヨーロッパのアングリカンコミニオン所属協会らと1994年フィンランドのポルボーで合意文書に調印した。この合意文書に調印した教会を コルボーコミュニオンといい、これらの教会は相互にフルコミニオンの関係にある。宗教改革の三原則、聖書のみ、信仰のみ、恵みのみに基づく信仰議人の立場を取る。教会で保持されるべきものは、御言葉と二つの、精霊点であるとする。生産は、バンと武道酒の二種、倍産である。信条としてが採用されている。ただし、シュマルカルド信条、 和教信条については信仰告白に含めていない教会も多い。ドイツ、オーストリアの福音教会は第二次世界大戦後、告白教会を再建の礎として再出発した歴史を持つため、バルメン宣言が信仰告白に採用され始めている。マルティンルターの生涯ゆかりの教会の多くが属している中部ドイツ福音主義教会においても、 バルメン宣言は信仰告白の一部に含められている。ドイツ語圏のルター派協会の場合、バルメン宣言を信仰告白として規定していない。宗教会においても信仰告白と同様な扱いを受けている。賛美歌集等でも信仰告白文書と同様に扱われている。洗礼前教育においては、ルター以来、重会、死と信条、主の祈りを重視し、それぞれが協議。 神の正しい崇拝、信徒としての生活を教えるものと考える。聖職者階級を持たず、牧師は再退することができる。ただし、プロテスタントには珍しく修道院があり、シスターもいる。ルター派にはいくつかの伝統があり、相互に、聖団と公団の交わりを結んでいる、教会同士もあるが、同じルター派でも、神学的伝統の異なる教会の信徒への拝散を、 認めない場合もある。また他の教派の教会との関係は、それぞれのルター派教会ごとに異なる。進学的方向性も多様である。ゲイ、レズビアンの牧師認職を認めるアメリカ福音、ルター派教会、レズビアンの教区監督を選出した、スウェーデン国教会のような進学的リベラリズムの先端を行く教会と、女性の牧師認職を拒絶する。 保守的なコルター派教会まで混在しており、ルーテル教会、ルター派という名称だけではその神学的特色を説明することは困難になっている。パッヘルベル、ジェース・バッハ、テレマン、メンデルス・ゾーンなど著名な音楽家が所属していたことで有名である。バッハは、ルーテル教会が生み出した偉大な音楽家である。また、源流にあたるルターは、聖歌隊を経験し、賛美化を、 作詞作曲した音楽家でもあった。バッハの教会音楽も、ルター以来の回収賛美歌の伝統が中心に据えられている。宗教改革の機種の中には、ツビングリのように、天礼音楽を否定したり重視しなかった人もいたが、ルターは音楽を神の賜物として高く評価した。彼は、聖歌隊を主な歌い手とする、ラテン語聖歌に代わって回収が、 礼拝を音楽に直接参加することを唱え、一般神徒も歌うことができる、ドイツ語の賛美歌を書いた。とりわけ詩編46を本案して、作詞作曲した、神は我が矢倉は有名である。以後、ドイツ語の賛美歌が多数創作されて、教会堂で歌われるようになり、ルター派教会を音楽はバッハが活躍した18世紀前半まで、流星を誇った。その後一時衰退したが、 19世紀から20世紀にかけて徐々に復興した。アルブレヒト・デューラー、ルーカス・クラナフ派、カスパー・ダービト・フリードリヒ、エゴン・シーレラの著名な画家たちも、ルター派に属していた。多くの思想家も輩出しており、ゲオルク・ビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル、セーレン・キルケ・ゴール、フリードリヒ・ニーチェが代表的存在である。ルター派牧師の子であったフリードリヒ・ニーチェは、 キリスト教批判を続けたが、教会を離脱することも破門されることもなく、葬儀はルター派教会で盛大に行われている。日本におけるルター派の伝道は1892年アメリカの宣教師によって始まった。後に北欧系、ドイツ系が加わり、第二次世界大戦中の日本キリスト教団時代を経て、それぞれに教団を構成している。日本における。 主な教団と選挙母体は以下の通り。この4団体は相互に連絡組織を持ち、提携関係にある。ドイツにあるすべてのルター派教会を組織の上で包括しているのはドイツ福音主義教会である。イークドアルター派、改革派、合同派の信仰告白を持つ20の宗教会の共同体である。したがって、そこには改革派教会も含まれる。しかしながら、 ドイツにあるすべてのルター派教会を包括しているのはイークドだけである。イークド内にはルター派宗教会の属するドイツ合同福音、ルター派教会と合同派宗教会の属する福音主義合同教会がある。さらに、どちらの組織にも加盟していないルター派宗教会が2つある。ドイツ合同福音ルター派教会は多くのルター派宗教会を組織しているが、 すべてのルター派宗教会を包括しているわけではない。また、ルター派と改革派が並存している、福音主義合同協会に加盟している、宗教会にも多くのルター派教会が含まれているが、これらのルター派教会はドイツ合同福音、ルター派教会には加盟していない。福音主義合同協会に加盟している、宗教会においてルター派が9割以上を占めることも多く、 ルター派の影響力は合同派集協会においても強い。この福音主義合同協会内のルター派を無視して、ドイツのルター派協会の全体像を語ることはできない。福音主義合同協会に属しているルター派協会は、常にルター派としてのアイデンティティを意識することが求められており、神学的立場、礼拝様式においても、ドイツ合同福音ルター派協会に属している。 宗教界よりもルター派らしさを保持している場合もある。改革派の宗教界に分類されている立派宗教界においてもルター派が少数派として存在している。ドイツ合同福音ルター派協会に組織上入ることのできない合同協会内のルター派協会にとってすべてのルター派協会が属するイークドの存在は大きい。イークドにおいて ルター派が圧倒的多数を占めており、イークドツネゲン会議長にはルター派が合同協会の人間が選ばれている。2009年1月1日、キルヘンプロビンツ作戦福音主義協会と中林ン福音ルター派協会の合同によって中部ドイツ福音主義協会が設立された。中林ン福音ルター派協会はドイツ合同福音。 ルター派教会に加盟していたルター派宗教会であり、キルヘンプロビンツ作戦福音主義教会は、福音主義合同教会に加盟していた、合同派宗教会であった。この二つの性格の異なる宗教会が一つに統合されたが、加盟組織との関係はそのまま維持されている。したがって、この中部ドイツ福音主義教会はルター派宗教会で、あると同時に、 合同派宗教会の一員として存在していくのである。ルター派と改革派の並存は従来、イークドもしくは合同派宗教会での組織状況であったが、ルター派宗教会においても改革派との並存という状況を迎えたのである。ルター派宗教会の中部ドイツ福音教会はイークドに類似した組織形態を持つに至った。2012年、 合同派宗教会のポンメルン福音主義教会と、ルター派宗教会のメクレンブルク福音ルター派、宗教会、ノルト・イルビエン福音ルター派教会の統合によって、北ドイツ福音ルター派教会が設立された。この新しいルター派宗教会の教権には、バルメン宣言が、信仰告白として含まれている。礼拝の概念はギリシャ語の、ラムダアルファ・タウロイプシロン・アルファに由来し、 神による奉仕が語源になる。福音主義教会の礼拝は、ローマカトリック教会のミサとは異なる協調点を持つ。ドイツの福音主義教会のこの礼拝式文は、ラテン語ミサに由来する様式である。この礼拝式文はコプロイセン、合同福音主義教会の影響を受けた、ベルリン・ブランデンブルクシュレージシェ、オーバー・ラウジッツ福音主義教会以内のルター派礼拝式文である。 生産式は赤条献金の後にこの式文を用いて行われる。八北に良子、何でもわかるキリスト教大辞典 P78 朝日、新聞出版 ISBN9 兆7840億2261万7217、クピッシュ、ドイツ教会闘争への道ハット、レゼンシオンでア NZZ ズジャングルズブッフ。 ダスエヴァンジェリウム、フォンデアリーチドフェアティヒンデゴットロシンオストセントラムで、クリストリショングラフボンズ、アイネシアロジーシュストディインオカメニッシャーオペジッシュド、AB、ルーテル教会とは日本福音、ルーテル大森教会。2015年7月8日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年6月17日閲覧。藤原和弘、コラール、ルター派。 岩波キリスト教辞典、大抜隆名取志郎、宮本久夫、桃瀬文明編、岩波書店、2002年、407から408ページ、1204ページ。ありがとうございます。